皆さんこんにちは、ミオンです。2月のトロン月間ニュースへようこそ。先月の開発進捗から見ていきましょう。その1、開発進捗、ストラクチャーだ、クロスチェーンコードの記述、クロスチェーンブロックの同期、ブロックベッター同期機能の開発、アルファバージョンのデモ、提案番号29が有効になり、メカニズムでは、ボルトクリーでの分散型交換ドキュメント、分散型交換開発者の作業をサポートするための API を追加し、ゼロ知識証明の新しいバージョンコードレビュー、バージョン 3.7 コードのリファルタリング、スマートコントラクトは新しいプロポーサルの作成、トランスファーコントラクト及びトランスファーアセットコントラクトを使用して、資産のスマートコントラクトアカウントに転送することは禁止され、0.5.9 バージョンのコンパライラーが正式にリリースし、Solidity コンパライラー B0.4.26 をテストしました。先月の中核データでいきましょう。その1、1000データ。トロンブロックの高さは1762万を超え、先月に比べ113万高くなり、ネットワーク全体で合計882のオンラインノードがありました。トロンリアルタイムアカウントの総数は約476万で、先月に比べて約24万増えました。トロンのネットワーク全体でのトランザクションの合計数は9200万を達しました。その2、デップデータ。ここ1週間トロンデップの数は711でした。先月に比べ31増えました。ここ1週間、トロンデップのアクティブユーザー数は 24.38 万人、トランザクション数は419万人、トランザクション量は3017万米ドルでした。ユーザーの数は先月より 9.1 万人増え、トランザクション数は149万人増加し、トランザクション量は1万人増加しました。